ません。録画ミスで、記念すべきパート1からミスりました。はい、ということで対戦相手の方が見つかりました。相手のパーティーチェックしていきましょう。よいしょ。相手のパーティーが、なるほど。ガルーラ、ガブリアス、ファイアロー、ジバコイル、マンム、ピクシーですね。ピクシーか。一応ナットレイを連れていきたいかな。デンジアイヘピクシーなんで、まあ一応突破できる可能性があるっていう感じですね。なんか馬車から入っていく展開か、どうしよっかな。相手ガルラ軸で来るとは思うんですよね。馬車から入ろうかな。馬車から入って、裏で一応マンムのケアが必要。馬車マンムーサンダー。え、僕今マンムーのケアって言いました。マンダのケアが必要。でもこれピクシー重たいよな。行くか、大正義馬車サンダーナット、ありだな。これで行きます。初手アローバ多分ないんで、はい、対戦よろしくお願いします。ちょっと丸つけていこう。これが楽しみだったんでね。馬車、ナット、レイ、サンダーと。まあ、ちょっとね、鳥動画とは画面のレイアウトが違いますが、許してください。ボーマンダー、出し負けていく。ただ、マンダーマンダーで別に処理できなくはないんでね。ここはサンダーに引きます。電気一貫、あ、でもガブがいるか、一応。うちのメガバシャーマンのメザ氷メガバシャーマンなんで、マンムを、マンムじゃない、マンダを削れば、上から制圧していける可能性がある。メガ進化して、ガルーラはいないですね。型によってはサンダーナットレイは、マンダに結構強くいけるんですが、型による本当に。ユーマイしてくるかな、ここ。地震か。地震できたなんで、ここボルトチェンジしていきますかね。地震だと身代わりの可能性ない、少なくなるから、毒毒はありだな。あー、でもここ。相手からしたらガブ出せない対面か。これサンダー投げはメザ氷が見えるから、出してくるとしてもジバコイルあたりってことを考えるとボルトチェンジですね。引っ込めた、はい。ですよね、オッケーオッケー。で、ボルトチェンジから馬車に繋いで、こっからが、このメガバシャームのね、無双タイムの始まりですよ。威嚇も入んないんでね、このフレドラは結構入りますね、やつ、ボーマンダに、ボーマンダに対して、フレアドライブでいきます。引っ込めた、マンダかな？ピクシーか、いや、ピクシーは受かんないでしょ。あ、対面回処理しに来たのかな？どうだろう。死に出しマンダをしたいんじゃないかな、相手の方は。で、フレアドライブ。あとはここ一応膝読みだったら出せなくもないかな。似たりは絶対できないですかね、ピクシー。5つ目はぁ、面白いピクシーですね。お、膝だと一応落ちない可能性がなくもない気がするんで、いや、落ちると思うけど、まあ、フレドラでいいでしょう。このメガ進化を見てマンダとか投げてくんないかな、相手の方。無理。こいつメガバシャーモやんってマンダ投げてくれるのが理想なんだけど。いや、ピクシーまだ残しときたいだろ、相手の方。なんかさ、うわ、敷いてきた。これマンダでしょ。あ、てか丸つけて、相手のパーティーに。マンダ、ピクシー、ジバコイルですね。なんかこれペン細くない僕のやつ。あれ、落ちないかもな、これ。いや、落ちなくても別にいいな、正直。削ればいいんで、ここはもう、行きます。目覚めるパワー氷で。落ちない可能性はありますが、エースなら落ちますね。HA でも落ちるかな、多分。身長は絶対落ちない。OK! ま、ポマの突破。これだったら馬車で殴りまくって勝ちですね。お、一戦目からなかなかいいんじゃない？丸付け忘れたけど。これなんかペンの設定が違うかもしんない、やっぱり。細い気がするな。いや、こんなもんかな。わからん、誰か教えて。でもこれコメントがね、反映されることはありません。僕もこの動画ね、なんていうか、あれなんですよ。もう一気に60本分ぐらい撮って投稿する予定なんで、コメントを反映ってのは多分できないんですよね。これ一応毎日投稿予定なんで。はい、対戦ありがとうございました。じゃあ続けてやっていきましょう。あ、これあれか、この丸消さなきゃいけないのか。これ再キャプチャーすればいいのかな。再キャプ。
ペリカンさん多分しかこの辺のは、下の画面は最近はこういうことしなかった気がするけど、まあいいや。はい、挑戦する。微妙なレート帯ですね。これサブロムなんですけど、1734。多分ね、レートの環境がね、これナウじゃないんですよね。多分。いや、僕なんだろう、まとめて投稿するから、だいぶ前から取りダメしてるとちょっと思ってください。だから今シーズンのね、中盤ぐらい。多分。具体的な日付で言うと、6月の14日ですね。なんで結構多分投稿してる時より、なんか2週間とか前なんじゃないかな。見つからないんだけど、カソモンか、おい。こういう間になんか話しとこう、反省会しようかな。でも今の試合反省するとこ全くなかったからな。完璧な流れでしたね。反省することはありません。もうなんか初手自信のがよくわかんなかったけど、あれか、ゴツネギャーとかでゴツネもらいたくなかったのかな、わからんけど。鎖国してたら、ペリー来たんご。はぁ、あ。相手のパーティーチェックしていきましょう。相手のパーティーが、ちょっと待ってくださいね。その画面の配置がさ、大変なんですよ、結構。相手のパーティーが、あ、ちょっと待って。相手のパーティーが、ボルトロス、ポリゴン2、ヘラクロス、マンム、ボーマンダ、ギルガードですね。これはどうかなぁ。馬車展開は悪くないけど、今回に限ってはギャラも、いやギャラは悪いな。ポリゴン2がギロモンになる。だからマンダのケアをしつつ馬車を通すって動きでいいと思うんですよね。だから馬車から入って、馬車サンダーマンムーとか悪くないか。馬車から入ってマンダが来たらサンダーに回す。マンムーが来たら悩ましいけど、まあマンムーに回すでいいか。ちょっと相手のあれが重たいか？ヘラクロスが。いやそんなこともないかな。ラッティは悪くないですけどね、初手で投げる分には。ラッティでもありだな、ラッティギャラナットとかで行くのは悪くない気がするけど、いや、これで行きましょう。これ戦術一緒になったかな、対戦よろしくお願いします。あれ、さっきなんだっけ、戦術。あ、さっき馬車サンダーナットか。違うか。一応このパーティーの基本戦術が、まあ、馬車、マンムー馬車サンダーなんですよね。出し方は本当はマンムーから入りたいんだけど。ギルガールドから来た。これ有利対面ですね。これまたここでボマンダと投げで EG ビンとかできんかな。だからここ一応禁止が入ってくる可能性が一応あるから、フレアドライブでいきます。突っ張ってきたな。あとあれか、助けの可能性が一応あるか。フレアドライブ通る、例えば助けかってことは。それかなんかこっちが剣舞とかする読みのシャドーボールとかは、可能性一応ありますね。助けでしたね。こっちの馬車は D ペラペラなんで。おーしガルド突破しましたね。あ、なんか、物理型とかない？いや、ないよな。シャドーボールではない。なんか、奇跡の物理型とかないですか？ DPI から多分これ落ちるだろうな。ですよね。あの、ヤンチャパンシャマンで D 低いんですよね。ただまあ、不正してガルド突破したんで、よしとしましょう。ヘラかマンムーか。あの、マンムーだったら、こっちめっちゃ熱い。いや、マンムーじゃない。マンダだったら、こっちめっちゃ熱い戦術してるから、いいんですよね。ヘラかな、ヘラでも一応やれなくはないな。ポリゴン2、あ、微妙なのが来た。トリルヘラとかは一応あり得るかな。ここは一応毒から入ります。レイビアね、確か耐えるはず。毒毒当たる。ポリゴン2割と重たいからな、サンダーマンムーだと。毒毒、あー、嫌なポリゴン2だな。裏次第なんだよなぁ。でも裏がヘラ以外やったらもう、マンムがかなり通ってるから、いいんですけど。ここは熱風かな、ボルチンしたくなくて別に跳ね休みするような SP でもないし、ヘラに引いてくる可能性はなかったけど、まあ熱風でちょっとでも削りますか。あ、思ったより入った。トラーター、はい。ここはできるだけサンダーで粘って、でも相手ヘラだったら出してもいいタイミングだと思うんですけどね、ここ。わからんけど。ここは跳ねていきます。引いてくるかな？引いてこない。ボルトでも勝ちですね。相手何が重たいんだろう、今のところ。言うて馬車は結構重たい気がするけどな、あの、ガルトが助け合ったとは言っても。ってこと考えるとやっぱマンムーじゃない？マンムーじゃない、マンダじゃない。僕マンムーとマンダの言い間違いめちゃめちゃ多いな。
でもね、いくらなんでも場所持ったよな。ボルトの可能性は一応なくはないけど、羽で。うん。こっち初手馬車アームから入ったから愛護被害ってできたけど、初手馬車から入んなかった場合にガルドが消耗して、なんやかんやって可能性があったから、マンダでいいと思うんだけどね。マンダって、あれで落ちないですよね。つぶてで。どうなんだ、落ちんのかな。落ちるならここ一回マンムに回したいんだけど。威嚇なしでね。ボーマンダ。ちょっと調べてみるか。HA と考えて、氷の粒で、あ、余裕で落ちないわ。余裕で落ちなかった。それ舐めすぎですね。熱風で。ってことはこれは、あ、羽でよかったな、ここ。まあ、いいや、熱風で一回。もう再生してこなかったら、いいし、よしと。ラーター、オッケーオッケー。これで多分、いい圏内まで、サンダーも毒で落ちるけど、ポリゴン2も毒でかなり消耗するから、地震圏内に入ってると思うんだけど、どうですか。これはさすがに地震圏内じゃない、多分 HC だろうし。一応ダメージするか。H 振りと考えて、進化の奇跡。うん、まあ落ちそうですね。ここは地震できます。HB でもこのまま HB は落ちるかな、わからんけど。あ、耐えてきた。これ HB か、マジか。耐えてくんのか、ここ。HB っぽいな。しかも HB でも結構いいダメージ入るはずだから、乱数剤っぽいですね。わー、やらかしたな。マンドだよね、多分。あ、ヘラか。じゃあ無理だわ。じゃあ無理です。ちょっと場所を雑に使いすぎたかな。とは言っても、うちのパーティー割とガルド重たいんで、これは仕方ないですね。まあ、ちょうどなんか一勝一敗で負けたから、ちょうどいい感じ。相手馬車めっちゃ重たかったな。なんかこのツララがめちゃめちゃ急所当たるとかで、なんとかならん。あ、向こうの方が早い。早いな。うちのマム最速なんですけどね。これ早いヘラクロスですね。はい、ということで対戦ありがとうございました。反省点は、タスキガルドのケアをしなかったことぐらいかな。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。また明日も見ていただけると嬉しいです。それでは失礼します。